皆さんこんにちは中島由佳の「そこまで言うか」の時間がやってまいりましたちょっとね冒頭から打足じゃございますが私の息子がですね73式大型トラックっていうなんか免許を取ったみたいですなんかこういう感じですね <laughs> これあの自衛隊のです、ね、あの大型のトラックですもう去年ぐらいですかね、定石からあの、取れよっていうふうに言われて、免許を取得中っていう話は聞いてたんですけど、なんかもうようやく取れたということで、とまあ、災害派遣だったり、演習場に行くと時にも、まあもちろんあの配備されるものらしいんですけど、いろいろこう、装備とかも全然違うんだろうなと思うんですけど、 一回乗ってみたいなと思います。あの、ハンドル握るんじゃなくて、あの、どこでもいいんですけど、なんかその、どういう、ね、なんかどうなってるのかなと思って、まあ、ちょっと一回、えー、乗ってみたいなというふうに、えー、思っているところではあります。さて、あともう一つ、あのー、お知らせなんですけれども、昨日になりますが、えー、この前から、あの、動画配信しております、令和電子瓦版のですね、 松田隆さんのですね、えー、執筆でですね、私の YouTube がですね、あの取り上げられています。で、これはですね、まあ松田さんの方からね、オファーのあったものなんですが、実際に性被害に遭われた、あの、加盟のね、あの、木村洋子さんという方に対する、まあ、その心ないね、中傷が、やはり、あの、後を絶たないということで、 そこに対して、やっぱりその実際にはね、あの性被害者としてあのきっちりと実在される方にもかかわらず、あのその方のやはり尊厳とか名誉がやはり傷つけられるということを、非常にあの松田さんの方が懸念されて、同じ趣旨で YouTube をね、あの配信した私のですね、YouTube の内容等々ですね、記事の中に盛り込みたいというまあご依頼がありました。 で、あの、当然、松田さんがあ取材された方も、それから、あ私が実際にあの取材した女性も、実際にはあきっちりとあの実在するあ性被害者のあの方です。もうここは、あの揺るぎのない、えー、事実です。 そして実名をね上げて、えー、顔出ししたりとか私ですっていうふうにねインターネットとかそういうところに登場しないからといって、えー、心ない、あのー、バッシングとか松田さんの記事を読んでてねあの私ドン引きしたんですけどあの本当にそれが実在するんだったらあの裁判の事件番号を教えろとかね。 そういうものを強引にね、聞いて、その方のですね、個人情報をやはり乱したりするということは、絶対にあ,のあってはならないことです。それをやっている人に、私は聞きたいですね。もし、実在していて、万が一、本当に過去の加害者から何か切りつけられたりとか、命に差し障るようなことがあったとき、 そうやってバッシングしているあなた方は責任取れますかと。これが私がやはりあの一番申し上げたいことでした。えー、そのあたりをですね、あの、私の、まあ、エネルギーと、まあ、それから、まあ、松田さんのね、エネルギーとで、まあ、コラボした感じの,あの記事が、まあ、あの、もう公開されておりますので、概要欄にも貼っておきますので、まあ、よろしかったらご覧になっていただきたいと思います。 さて、そしてですね、えー、今日の本題に入りたいなと思うんですけれども、尖閣諸島問題っていうことになります。皆さん、尖閣諸島が、まあ中国に取られる、取られるという、そのような、あの、ニュースというのは、まあ、大なり小なりね、皆さん、あの、聞きになっていると思います。でですね、そもそも、尖閣諸島って、こう、日本の、 こうあの、北海道本州とかね、四国、九州とかありますけども、一体どの辺にあるかって、今すぐパッと頭にイメージできる人ってどれくらいいるでしょうあの、私たちが大体、尖閣のあの、ニュースを見るときに、あの、ポーンとねう、いかにも無人島っていうあの、島の写真がこうあの、出ますけど、あれだけ見たんじゃ、一体どこにあるのかっていうのね、えー、実は私もですね、 まじまじと自分でね、グーグルで、あの、調べるまでは、ね、不確かな状況だったので、もうまずですね、尖閣諸島って一体、どこにあるんぞなっていうところで、ちょっとね、あの、皆さんでね、あの、勉強してみましょう。青い視点の立ってるところ、これがですね、尖閣諸島の、あの、いわゆるあの、中国漁船、あの、まあ、会計法がね、施行された、 あ中国の侵略しようというあのー、まあ、違法な船が、もうとにかくあのー、ぐる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 とにかくあのー、狙い続けているあのエリアですね。この青いポッチのこの視点、ここが尖閣諸島の魚釣島です。で、えー、私もね、これね、まじまじと見て思ったんですけど、もうほとんど台湾に近いですね、これね。で、えー、もっと行くと、 まあ中国の福建省っていうのがね、もうあの沿岸にあります。いやこれね、見て思ったんですけど、ほら中国が欲しいはずですよ、これ。だって中国はよだれが出るかのように、台湾がまず欲しい。そして、それと同時に、この、魚釣島ですね。ほらもう、やっぱ中国から、本当あの、距離としてはね、わずかですから、 これはもう台湾とこの、まあ尖閣、もう一丁いただきましょうっていう、まあそんな感じですよね。ちょっとね、もう少し全体図をね、あのー、ちょっと見ていくと、だいぶこうね、石垣島があって、そして魚釣島があって、まあ中国も、まあ台湾もあるんですけど、で、沖縄ね、ありますね。そして、えー、ようやくあの私たちのイメージがしやすい、えー、九州、福岡って書いてある、 ここまで来ると、あのー、位置関係がね、非常に分かりやすくなるかなと思います。で、この尖閣諸島というのは、今現在ご覧の通り、えー、まあ、何もないっていうところで、住所地としてはですね、沖縄県石垣市、戸野城尖閣という、えー、住所地がきっちりとあります。で、えー、ここ最近になって、あの、付与された、 郵便番号まであるんですね。907-0031という、あの、郵便番号まであるのにもかかわらず、この郵便番号の、この、えー、住所で、物を送ったらじゃあ届きますかというと、まあ、あの、郵便局の方の回答としては届きません。当たり前ですよね。つまり、これ見てわかるじゃないですか。だって、何もないんだもん。本当の、 あの、無人島のようなね、状況に今なってます。17日の日にですね、あの、ウイグル人権法のですね、署名をあの、しました。尖閣諸島の早期実行支配を求める緊急国民集会で、えー、様々な大議士の方や、それから地方議員、尖閣諸島をね、非常に詳しい方たちが、まあ、あの、登壇されたり、ビデオレポートという形でいろいろお話をされたんですけど、 専門的な話とか複雑な話になると、皆さんきっと耳のシャッターがね、ガラ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 ってね、多分ね、あのシャッターが閉まっていくと思うんですね。で、どんなあの人が聞いてもね、ある程度分かるように、あの咀嚼した形のお話を私はこの YouTube でやっぱり配信したいというのが一つの目的です。で、緊急国民集会に行った、あの会場の雰囲気、 をあの、まず私が、あの、一番後ろからね、やっぱり見てて思ったのは、ため息がすっごい出るんですよ、皆さん、会場からね。はぁ、あ、みたいな。でも、私もそうだったんですよ。はぁ、あ、っていう。え、なんでそういうため息が出るかというと、つまり、日本政府がですね、何にもやっていないという言葉に、もう、あの、イクオっていうほど、中国のあの、船が、 魚釣島のね、周りをこれだけ接近してきているにもかかわらず、中国の船がビビるような対抗措置をやはり取っていないということ。そして、それをしなきゃいけないんじゃないかっていうことを、再三にわたって、えー、国会でも、それから多くの、まあ、地方議員、そして、補修の活動家の人たちが、ここまで必死こいて行動を起こそうとしているにもかかわらず、 ほとんど日本政府は、無策、無反応に近い。というのがね、まあ結論なんですよ。で、なんとなくですけど、日本政府って、尖閣の一つや二つっていうね、言い方をするとすごく不謹慎ですけど、まあ結局人も住んでない。そして、えー、破壊されても損失になるようなものが、まあ今、この、 島のこの写真見たらわかるように一応ないじゃないですか。もしかしたら日本政府って中国とまあバランスよくを保っていくんだったらこれ沖縄差し上げるって言ったらねほら沖縄には日本人が住んでますからこれはもうそんな簡単にはいきませんけど尖閣諸島についてはもう取られてもいいんじゃないかなってもう思ってるんじゃないのかなとそれぐらい 何にもこいつらやってないんだなっていうことが、すごく、やっぱりその、今回のこの集会でいろんな人の、あの、話を聞いて、そこだけがね、私の中でこう、クローズアップしていくっていう、そういう時間でした。で、えー、一番最初に、あの、登壇されたのが、あの、守る会の山田博士参議院議員です。で、あの、非常に、あの、日本政府に対してね、 えー、ケツを叩いて、とにかく、あのー、やることをさせないといけないということで、あの、本当に、東本清掃されているということが、あ彼の、本当にエネルギッシュな、あのー、会話から、すごく、あのー、よく伝わってきました。でも、非常に歯がゆいからっていう感じでね、それに対して打てば響かない、日本政府という、やっぱり姿が、あの、非常に、えー、浮き彫りになったような、 印象が非常に強かったです。それとですね、あの、やはり日本が生ぬるいっていう指摘を、あの、受けて一番私が、あの、すごくドキッとするのはですね、この同じ日本人の政治家とか、その活動家とかジャーナリストが言うときではなくて、海外の政治家や、それから、こういうその尖閣諸島に詳しい方が、 いう時なんですね、えー、一つにはあの一番ショックだったのはですね、えー、今から約3年前にですね台湾のです、ね、台南市に、えー、いらっしゃいます陳水兵、えー、台湾元総統があいらっしゃるので、えー、お会いすることができました。でそこでです、ね、日本とと台湾という,うーテーマで 元総統にですね、あの、お話を、あの、伺うことができました。その時に、陳水兵元総統に、えー、言われた言葉が非常にずしんと残ってるんですけれども、日本がもう70年以上、あの、憲法を改正していないっていうのはいかがなものかという指摘がやはりありました。で、えー、ごもっともでございますっていうね、あの、話なんですけど、確かに、えー、台湾も憲法を何回か あの改正していったとで陳、えー、水平元総統はあ,のあまりたびたび変えてしまうというのは憲法の,あの重みというものがなくなるということで変えればいいというものではないんだけれども日本はあまりにもこれだけ70年前と同じ社会ではないはずの国際社会の中にある日本が70年前と全く同じ憲法で えー、政治をね、取り行っているということ自体に、ものすごいやはりあの違和感を感じるということをですね、えー、彼はあの私におっしゃいました。その通りなんですって感じなんですけど、この緊急集会の中でビデオメッセージということで、ロバート・エルド・リッチさんという、えっ、ー、とですね、元アメリカ海兵隊太平洋基地政務外交部次長という、 なんだかとってもすごい、あのー、方がいらっしゃって、このような方がね、あのー、日本を客観的にアメリカ人の目線から見て指摘される、やっぱり今回のビデオメッセージっていうのは非常に私の中ではやっぱりずしんとくる。まず、尖閣諸島になぜ気象台がないのか、灯台一本ありませんねと、公務員や自衛隊が常駐するという、そのような、 あ施設もありませんね。そしてヘリポートもありませんね。その通りなんですよ。これで、あの無人島の尖閣諸島が、いくら政府機関が日本の固有の領土、日本の固有の領土っていうふうに連呼したところで、客観的に見て、本当に、えー、日本の領有権というものを持っている島なのか、 という部分においては、日本人である私が見ても、日本のものかもしれないけど、中国が取っていったらば多分中国の島なんだろうなっていうほど、日本の私たちが、この島は自分たちの島ですという実感が正直ありません。一体この尖閣諸島って何のためにあるんですかっていう、そういうあの強い疑問が、やはりあの今回の緊急集会で、 一番私の印象としては強くやはり残っているものです。で、このね、えー、緊急集会の中で、あの、登壇された矢野義明さんという方のレジュメをね、あの、拝見しながら、まあ登壇されたお話聞いて、まあ鼻血が出そうになったんですけど、習近平には三つの夢があるそうです。えー、中国夢、人類夢、そして、教軍の夢、 つまり、中国には世界最強の軍を2049年までに絶対に実現させる。その先には何があるか。地球全土、これを中国にするという、とっても素晴らしいプランが終わりになるようです。彼らは、その夢を実現させるべく、実効支配に向けて、 もう着実に行動を起こしています。そういう意味ではですね、ある意味では、今の、ふぬけなこの、日本政府よりも、中国の方がアクティブで、そういう意味ではポジティブですよ。そう思いませんか皆さん。で、結局、外務省にしたって、その日本政府にしたってそうなんですけど、今日もね、えー、衆議院の質疑がね、あの、行われていました。 で、えー、これの質疑に対しての日本政府の方のですね、答弁というのはですね、もう耳にタコができるぐらい言うんですよ。冷静かつ毅然として、えー、立ち向かってまいります。冷静かつ毅然として立ち向かってまいります。尖閣諸島は紛れもなく日本の固有の領土です。というふうに、こればっかりですよ。じゃあね、 とりあえず、もう郵便番号の立て看板ね。907-0031。これをあそこに立ててきて、とりあえず、ここはもう日本の領土。郵便番号907-0031。立ててこいよって。それ一つの行動ぐらい、起こしてみたらどうなのっていうふうに、皆さん思いませんか無人島じゃダメですよ。このまんまじゃ、あの、ある意味では、中国も取りやすいですよね。 どうぞ持って行ってくださいと言わんばかりに、これのどこが冷静かつ毅然としてるんでしょうか。開いた口が塞がらないというのが今の現状、尖閣諸島というのは、え日本政府はもうほとんど何もしていない。中村悟さんがですね、主催されたあの、緊急集会というのはもう本当に尖閣諸島を知る、あの、非常にいいあの、勉強になる機会になりました。ただ、それと同時に、 えー、いかに、あのー、日本政府が何もしていないのかということも、私たちの、あの、印象の中で浮き彫りになりましたが、これを変えていくのは、日本政府ではもうないなと。私たち国民が自分たちで、えー、変えていくしかもうないなという思いで、まあ、いっぱいです。具体的にじゃあ何をするかということで、えー、じゃあって私一人でね、尖閣諸島に行ってみたいんですけどね。 あそこら辺で取れるあの海産物とにかくね食べてえなーっていうのがすごくあるんですが保守層のね、えー、活動家の,あの方たちとですね行動計画をた皆さんとあの立てていきたいなというふうに考えておりますので是非、えー、ともまた皆さんと共に共有していきたいと思いますではまたお会いしましょう